こんにちは、吉田さん。すごい献金の金額だったんですよね。多くの人がおそらくですけども勘違いしているのが、正しい情報があったり正しい判断力があればこんなにお金をね払うことはなかったんじゃないかなと。だから知識っていうのは頭を鍛えるということは大事なんだよっていうふうな論調になると思うんですよ。で、私はこれね、単純な理由からそうではないんじゃないかなといつも思ってるんです。宗教にはまろうが政治にはまろうが、なんかのねファンになろうがどうしようがね、正しい知識を持っていたりとか正しい判断力があればどうなるって問題でもなくって、そもそも正しい知識とか正しい判断力ってのを誰も知らないわけですから。言葉としてはね、正しく恐れましょうとか正しい判断をしましょうっていう言葉はありますけども、じゃあ正しい判断をあなたはできるんですかとか、正しい判断とはどういうことなんですかって聞かれた時に誰も答えられないんですよ。だからそういうとこには私はね、こういったたくさんお金を取られちゃう仕組みに対する防御力っていうのはないと思うんですよ。じゃあどういうふうにすればこんな被害を避けれるのかってことなんですけども、どんなことを認めても、どんな宗教についていっても、どんな思想に染まっていてもですね、ただ一つ、唯一金を払わないってことをずっと守っていけば被害に遭わずに済むと思うんですよ。私はそれに尽きると思うんですけどね。正しい判断力とか正しい知識とかこんなもん追い求めたらね、本当にもっともっとお金が出ていっちゃうことの方が多いと思うんですよ。正しい知識を身につけるためにこんなセミナーがありますとかね、正しい判断力を鍛えるためにこんなマインドセットのなんか鍛え方がありますとか言って教材ばっかりじゃないですか。でもね、どんなものを買ってもどんなに人に約束しようと、美大一問金を払わないってことだけを守っていったら被害額は一生ゼロなんですよ。だから宗教にはまってなんかね、これ雑誌がありますと、これ3000万ですって言われるじゃないですか。わかりました、いただきます、もらいます、払いはずっとしないというね、ずっといろんな理屈をつけて払わない、あそのうち払いますって言っておけばいいんじゃないですか。いや訴訟でも何でも起こしてくださいと、払わないとは言ってないと、今日は払えないんですってことなんですよ。それをずっと守るだけで別にやっていけるんじゃないかなと思うんですよ。で、私が詐欺や宗教やその他壺を買ったとかね、なんか掛け軸を買ったとかいろんな問題ありますけども、金を払わないだけで何の問題も起きないんじゃないかなっていう、こういうふうな単純な私は立ち位置を持ってるんですけどね。で、逆に言うとね、どんな金額であろうと払ったらもう自分のお金ではないから被害額とは考えないっていうふうな、そういった思考に私の場合はたどり着きましたけどね。いかがなもんでしょうかね。じゃあ額ということで今回お話しさせてもらいました。